来たぞ。待ったか。何を言っている。お前から誘ったのだろう。そうだ、デートとやらをするとかなんとか。何、まさか昨日の言葉は嘘だというのか。そうか、ならばよい。それよりも大事なのはデートだ。デート、通らぬ剣を振るわれ、あたらぬ法を打たれ、最後は私の体が自然と消えてしまいだ。この世界とは別の空間に移るだけだ。もういいだろう。この話はしまいだ。何？ではどうしろというのだ。どんな服ならばいいのだ。それだけ教えろ。では服は自前で何とかするか。霊装を解除して新しく服をこしらえた。視認情報だけだから細部は異なっているかもしれないが、まあ問題ないだろう。